カルドゥンラカルドゥンラは、インドのラダック連邦直轄地にある峠である。国際的には、カードンラという綴りで記述されるが、地元では、カードンラという綴りが用いられている。例の北部にある、ラダック山脈を越える、この峠は、ヨ翼川流域やヌブラダニへの入り口である。峠を越えた先には、シアチェン氷河がある。峠は1976年に開通し、 1988年には自動車での通過が可能となった。これ以降、自動車やオートバイ、マウンテンバイクなどで訪れる旅行者が数多く見られるようになった。この峠はインド軍により整備されており、シアチェン地方に生活必需品を運ぶために使われる、ため戦略的にも重要な峠である。カルドゥンラは、レート。 中国西部の都市カシュガルトを結ぶ主要な交易路の途中に位置しており、歴史的にも重要な峠である。かつては1年に1万頭もの馬やラクダが峠を越えており、現在でも峠の北部にわずかに生息している。タコブラクダが王子の賑わいを現在に伝えている。第二次世界大戦中には、このルートを通じて中国に物資を供給する動きもあった。カルドゥンラは、 例から道路に沿って3 7トルの地点に位置している。チェックポイントであるサウスプリュまでの最初の2 4トルは、舗装路であり、そこから峠を越えた先にあるチェックポイント、ノースプリュまでの約1 5トルは、浮石のある未舗装路であり、時折、雪解け水の流れる小川を越える。しかしこの峠は、周囲にある。 他の峠などよりもよく修繕されている。ノースプリュからヌブラダニまでの道路は非常によくメンテナンスされている。ヌブラダニへ旅行するには通常タクシー、トラック、またはオートバイで移動する。ただし旅行には特別な許可書が必要となる場合がある。前期の海抜5359メートルはある調査チームによる最新の GPS を使った計測結果である。 この結果は NASA スペースシャトルによるレーダー調査 SRTM の値やロシアの地形図の値とも正確に一致している。また別の複数の旅行者が GPS を用いて計測した結果やボニントンの記事の内容とも一致している。峠には5602メートルという標高が表記されているがこの標高は 記録を破る目的で水増しされた値であると地元の人々が主張しているといくつかの情報が伝えている。ギネスブックやナショナルジオグラフィックは標高をさらに高い5682メートルとしているがその根拠は一つもなく5602メートルという標高を誤って伝えたことに基づく値である可能性がある。カルドゥンラは自動車が 通過可能な世界一標高の高い峠であると広く、かつ誤って信じられている。これよりも、さらに標高の高い峠としては、ラサの西にあるスゲラと、中央チベットラカとコークンの間にあるセモラがある。これらの標高は、GPS や SRTM による測定結果に基づいており、セモラについては、スペインカタルーニャの調査隊によっても測定され、 カタルーニャ地図学研究所によっても支持されている。カルドゥンラの北東、チャンチェンモにあるマーシミクラの高度は5582メートルあり、車両が通過したことがあるが、この峠が乗用車が通過可能という意味で車が通過可能な峠であるかどうかについては異論がある。その他にもチベットにはさらに標高の高い自動車が通過可能な峠が存在する。 可能性があるが、情報が少なく、立ち入りが制限されているため、検証ができない状況が続いている。最も近い町は、ラダックの中心都市である例である。例は、マナリ、シュリーナガルと道路でつながっており、デリーから、毎日定期便の飛行機がある。例からは、カルドゥンラを越えてヌブラダニへ行くバスが毎日ある。カルドゥンラに行くにはタクシー、またはバイクが、 理想的である。カルドゥンラの南北に、ノースプリュー、サウスプリューの二つのチェックポイントがある。車両の通過は午前9時午後1時は、レーカルドゥンラ、午後1時午後5時は、ヌブラカルドゥンラレの時間制一方通行となる。場合によっては1日1方向、翌日は逆方向の一方通行となることがある。カルドゥンラへ行くには、インナーラインパーミットと呼ばれる。 許可書が必要である。許可書は例の旅行会社で入手可能である。チェックポイントで許可書を渡す必要があるため、許可書のコピーを複数用意しておく必要がある。ありがとうございます。